思ったより早かったんじゃない？八神さん。ああ、そっちは梶平と大臣の件何か出た？ま、噂レベルだけどね。手応えありって顔だ。うん、梶平と風見大臣はね、なんとあの創薬センターのことで密会してたんだよ。何？何年か前から梶平グループはでかい再開発計画を立てて極秘に準備していたんだ。都内のある広い土地を当てにしてね。それがここ、創薬センターか。だけじゃないよ、その周辺も。正確には医療システム産業開発機構の敷地全部で、それを管理しているのが厚生労働省だったってわけだから、梶平は風見大臣に根回しする必要があったんだよ。再開発するには創薬センターから何から全部閉鎖するのが大前提だからね。でもそんな話、大臣一人説得して済む話か？それが済むんだな。もともと閉鎖って話はずっと前からあったみたい。ん？医療システム産業開発機構ってその組織はさ、日本の高齢化に備えて研究を進めるって触れ込みだったわけ。ところが維持費ばっかりかかって十何年も成果なし、ずっと税金泥棒って言われてた。ま、もともと天下りの受け皿みたいな緩いとこだったんだよ。そうか。じゃあもしそこへ大臣が閉鎖と言い出せば、一気に潰そうって流れになるだろうね。でも大臣の顔も潰れるんじゃねえの？とんでもない手数料が入れば気にしないんじゃない？とにかく梶平は大臣に取り入って、もう大体話をつけてたみたい。この時点で贈収賄。しかもだよ、梶平は先々の値上がりを見越してセンター周辺の土地も買いまくった。わかりやすい汚職だな。あ、でもさ、やっぱ神様は見てるんだよね。ある日、梶平の再開発計画は突然白紙に戻されたんだ。創薬センターを閉鎖できない事情ができてね。その理由がこれ、アドデック9の論文発表。うん、この認知症の薬は世界にとって絶対の正義だからね。風見大臣はすぐ手のひら返してアドデック9を褒めちぎってた。だから当然創薬センターとかの閉鎖話は立ち消え、梶平との密約なんてなかったことにした。梶平は大臣からはしごを外されたわけか。うん、再開発に備えてた投資分もろもろ、かなりの金を回収できなくなったんじゃない？アドデック9のことは相当恨んでいると思うよ。なあ、お前これどうやって調べたんだ？さっき頼んだばかりだぞ。はあ、やっぱ言わなきゃダメか。ん？実は今僕が言ったことは全部ネットの記事に出てたんだよ、1年も前に。面白い記事だったけど、決定的な証拠がなかったのかな。ゴシップ扱いで話題にならなかったみたい。これは全部デタラメかもな。なんで？この記事書いた服部って記者めっちゃ嫌なやつだ。知り合い？ああ、今日も源田法律事務所に押しかけてきたってさ。え、じゃあ記事のこと直接聞けるじゃん。すぐその人と話しなよ。うん、まあそうなっちゃうか。
八神さん。服部は？もう結構前に帰りましたけど。そっか。本当に星野くんが追っ払ったのか。というよりは沙織さんの沈黙に耐えられなかったみたいで。なるほど。そりゃきついな。あの、それより。ん？真冬。新谷先生のお悔やみを言いに来たの。そのためだけじゃないでしょ。八神さんに直接伝えたら。うん。あの、源田先生は今日お休みされてます。やっぱり新谷先生のことが答えてるそうで。俺に何かあんのか。うん、あのね、泉田検事が八神君の逮捕に動いてるみたい。新谷先生の件で。ああ、そういえば黒岩ってデカも俺を重要参考人だって引っ張りに来た。何がどうなっているの。なんだよ、それはこっちのセリフだろ。一応聞くけど、八神君やってないよね。俺が新谷を。うん、やってないよ。よく聞けるな、そんなこと。仕方ないでしょ、検事なんだから。人を疑うのは仕事上の務めです。で、泉田が俺を疑う根拠は。何か証拠でもあんのか。どうかな、なんか私ハブにされてるから。ただ森田検事生まで八神君を疑ってるみたい。嫌われてんだな俺。さすがに好き嫌いで動くほど検察は感情的じゃないはずだけど。まあ、八神君がやってないって言うなら安心した。それでも何かあったら連絡して。私で力になれることがあれば言ってほしい。ありがとな。またね、源田先生にもよろしく。杉浦さんの方どうでした？何か収穫は。ああ、梶平は風見大臣に創薬センターの閉鎖を働きかけてた。うん？え？梶平の再開発はセンターの土地を当て込んでたんだ。ところがアドデック9の発表で全部ご破産。梶平は大損を抱え込んだ。ちょっとそれ、じゃあ梶平と創薬センターめちゃくちゃ関係してたんですか。服部の記事によるとそういうことらしい。服部さんってさっき来てた。だからその裏を本人に聞いてやろうと思って来たんだけどな。なるほど、会いたくない時はしつこくつきまとってくるのに。ほんとあいつとは相性が悪いよ。もしもし。八神さん、杉浦ね。今源田事務所から女の人が出てったよね。ん？ああ、真冬のことか。名前は分かんない、でも綺麗な人。何やってんだお前。俺をつけてたのか。説明は後で。今その真冬さんがヤクザにつけられているよ。え？ヤクザは4人か、もしかしたらもっと。僕どうしたらいい？ほっといちゃまずいでしょ。すぐそっちに行く。今どこだ？法律事務所から劇場前通りに向かって。急いでよ八神さん、僕一人じゃどうにもなんないからね。八神さん、まだ？源田事務所出たばっかりだよ。真冬は今んとこまだ無事。でも八神さんも急いで。今劇場前の広場を通り過ぎるとこ。
もしもし、八神さん。真冬さんは今、劇場通りを左に折れたとこ。ああ、わかった。なんか、彼女をつけてるヤクザ増えてるみたい。4人どころじゃないかも。ヤクザがケンジを狙うってどこの組だ？それはまだわかんないけど、とにかく八神さんも急いでね。おお、ちょ待てこら。八神やな、お前。今急いでんだ。この先は何？早いもん勝ちやで。踊りは引っ込んでる。よう、どうしたタボ。あ、カイトさん。面白そうなことやってんじゃねえか。手貸すぞ。なんやと。ちょうどよかった。ここ頼むよ。こいつらの仲間が真冬を狙ってる。真冬ちゃんがこいつらの仲間に。とにかくあとよろしく。そっか、真冬ちゃんを狙ってね。じゃあお前らは俺がたっぷり可愛がってやる。あっ、踊り。もしもし、八神さん、聞こえる？まだなの？杉浦、真冬は無事か？うん、今中道通り。真冬さんをつけてるヤクザは多分4人。ちょっと僕の手には負えない感じ。分かった、こっちも中道通りに入るとこ。急いでね。もしもし、八神さん、気をつけて。ヤクザたちがそっちに気づいたみたい。は？4人八神さんに向かってってる。分かった、お前は真冬を見ててくれ。
大丈夫か？うん、なんとか。さっきの人たちは何？いや、わからない。俺も仲間の知らせがあったから来れただけで。海藤さんも助けてくれた。今度会ったら礼言っとけ。私がヤクザに狙われたの？なんで？悪い、ちょっと待った。八神さん、無事？女の人は？杉浦、おかげで助かった。ありがとうな。ならよかった。僕の方はね、さっきのワゴンを追っかけてるとこ。ワゴン？真冬をさらおうとした？そう。もしもし、泉田健二？藤井です。八神さん、さっきのヤクザたち、凶霊界だよ。何人か KJ アートで見た顔がいた。凶霊界が？なんで真冬を？ああ、だからそれを直接聞いてやろうよ。八神さんもすぐこっち来れる？いや、彼女を安全なところに連れてった後だ。また連絡する。私なら大丈夫。泉田健二が警官を迎えによこしてくれるって。凶霊界って関西のヤクザでしょ。その連中が私を狙ったの？そうらしい。理由は多分。検察と警察への復讐だ。今もモグラを野放しにしてるだろう。凶霊界はモグラに3人もやられてるから。待って、それが理由ならなんで私なの？他にもっと狙われそうな人いるんじゃない？うん、そうかもな。じゃあ違うか。え、何？さっき顔殴られてたよな。大丈夫か？もう二度とこんなことがないようにする。うん。凶霊界と話をつけてくるよ。そんなの危ないんじゃないの？私なら大丈夫。
もうカムロ町には近づかないようにするし。そうだよ、八神くんもこの際少し町を離れたら。お迎えが来た。もう大丈夫だ。俺は当分この町を離れる気はないよ。どうして？今追ってるモグラが3年前の事件とつながってきた。3年前のって大久保新平の？ああ、モグラに殺された新谷が創薬センターの庄野って研究員に連絡を取ろうとしてたんだ。その庄野は大久保の事件で検察側の目撃証人だった。それだけ？俺もまだパズルのピースを集めてるとこだよ。でもそれを解くまではもう前に進むしかない。そっか。3年ぶりかな、八神くんのそんな顔。ん？人参を目の前にした馬みたいな。は？生き生きしてるって感じ。じゃあまたな。もしもし、杉浦？八神だ。もう動ける？そっちは今どこだ？結局ワゴンはカムロ町から出なかったよ。古いキャバレーでみんな降りてった。公園前通りにある本丸園って店。本丸園？海藤さんも向かってくれてる。よし、分かった、すぐに行く。いらっしゃいませ。気に入った。さ、行くか。どうも。どうも、よろしく。
ねえ、八神さん。ん？はい。またね。もうキャバレーの近くまで来てる。そっちは？店の前に着いた。杉浦も一緒だ。分かった。俺ももう少しだ。こっちだ、タボ。見て、さっきのワゴンが止まってるでしょ。ああ、ここも凶霊界のアジトってことか。ああ、多分な。中にどんだけ人数いるかはお楽しみだ。もう行く準備はできてるか？ああ、いつでも行けるよ。あ、ねえ、作戦とかは？そんなのいらねえ。はあ？でも、中何人いるかわかんないんだよ。何人いても、やることは変わんねえってさ。ああ、今は作戦とか、そういう気分じゃないんだ。なんで？わかんねえか。さっき、目の前で真冬ちゃん殴られたからだろ。マジか。よし、行けやターボ。一番乗りはお前に譲ってやる。待てこら、貸し切りは言うとるやんけ。あ、お前ヤガミ、たまりゃボケ。お前ら真冬さらってこんなところに連れ込む気だったのか。うん、誰があいつをさらえって。村瀬か、それとも塩や。なんやと。チンピラは引っ込んでろってこった。そうそう、やかし。ええやろ、上等や。楽には殺さんねえから。ワンテンポ遅れとるで。そんなんで笑い取れるんだら大間違いや。もっと真剣に踊らんかい。はい、ワンツートラ。何やってんだあいつら。どうも緊張感ない連中だね。お兄貴、ヤガミ。のっしゃー。
行け、タボ。いや、でもこっちいいから行けっつってんだろ。悪い、任せた。難しいな。これでよし。ヤガミ！危な。バカ、撃つな！そいつを離せ、卑怯だぞ。誰が離すかっつうの。またかよ。銃刀法って知ってるか？
ターボ。カイトさん、杉浦も無事だったか。当然。だから言ったろ。それじゃあ行くぞ。何？落とし込んだぞっと。ぶち殺してる。あんただったか、塩屋。正面から堂々やるやないか、八神。それに引き換えうちのボンクラどもは頭数だけでクソの足しにもならんの。お前ら今夜は何本指飛ばす気や。真冬をさらおうとしたな。おい、俺らと喧嘩の続きがしたいだけなら直接俺んとこに来ればよかった。何が狙いだ。ちーっと仕事を頼みたいんや、あんたらに。仕事頼むからにはどうやっても断れんようにしたろう思てな。あのお姉ちゃんに役に立ってもらいたかったわけや。バカだね。どうせうちは金さえもらえりゃ何だってやったのによ。おい、そんなことはないだろ。ただ真冬ちゃんが殴られた今となっちゃもういくら詰まれようが無理ってもんだ。万が一ターボーが受けても俺が潰してやる。だから受けないって。おもろい連中やな。せやけどやっぱ先に喧嘩の白黒つけんとなんや話が弾まんわな。あよっしゃ、お前らやってるや。
何寝とるんや。お前らやったれ。どれ、後ろにいるあいつ、例の服部って記者じゃねえか。じゃあ、あのじいさんは。あの人に、こんなとこで会えるなんてね。あ？おう。お前らが八神探偵事務所か。あのおじいちゃんが、前梶平グループ社員1万人のトップ、梶平茂会長だよ。マジか。